どうも、まるにです。今回はね、原子炉の簡単な倒し方の紹介をしていきます。まあ簡単といってもね、正攻法というか正面突破しかね通じないボスなんで、それでもね、比較的簡単に倒すことのできる方法を紹介します。実はね、この源一郎くん、今までのシリーズのボスと違って隙を突くボスではなく隙を作るボスなんですよね。隙を突こうと待ってたらどんどん強力な攻撃出してきて逆にピンチになるから、できるだけこっちが攻め続けるっていうね、そういった状況を作り出すのが理想的です。まあでもね、ずっとブンブンしてたら敵の反撃食らうやんけってなると思うんですけれど、まあ、実際はねサインがあります。まあ、ゆっくりね、見たら分かりやすいと思うんですけれど、敵を切った時の反応っていうのはね大きく分けて、まあ、3つあります。はい、今ね攻撃をヒットさせました。そしてね次ガードさせました。そしたらね次もこっちのターンです。最後ね弾かれました。分かりますかね、この弾かれた時はこの丸いなんか派手なエフェクトが出るんで、まあ、この時は、次は敵のターンやなって思ってください。はい、まあね弾かれたからガードします。はい、こっちもガードで、しのぎました。次はこっちのターンです。まあね、理想的なことを言えばこんな感じでターンバトルを繰り広げていけばボスに勝つことができます。まあね、なかなかね理想通りはいかないけどね、安全に行くのであれば、2発切って様子見、2発切って様子見みたいな感じでしてもいいと思います。次はね、いくつかあるボスの強力な攻撃を潰す方法を紹介します。兜割りの対処方法、飛び上がった後にね切りつけてきます。こんな感じでね、実際はねかなり簡単に避けることができるんですけれど、この後にねガード不能技が、来ます。しかも月と薙払いと何もしないっていう3択をかけてくるっていうね。でもねこの後にね皮膚技術を吹きかけたら全部その択を潰すことができるんですよ。こんな感じで、はい、炎があったら、全部めんどくさい読み合いをキャンセルしてこっちのターンに持っていくことができます。こんな感じでね、次はね、サイドステップから派生させてくる、連続斬りですね。これ最初の数発は全然あんまり痛くないんですけど、最後の一発が一番痛いんですね。体幹もねかなりごっそり削られてしまうんですけれど、とりあえずねそうなったら落ち着いてガードして構えて、そしてね体幹ゲージを回復させてください。こんな感じで、次はねバックステップからの弓連続打ち、これですね。これかなり鬱陶しいんですよ。敵に弾かれたと思ったら急にふっと後ろに下がって弓を打ってくるっていう。とりあえず源一郎くんがねバックステップしたらガードです。次はね戦闘中不意に出してくるガード不能の突き、これもね、急に出されるとかなり焦るんですけれど、サイドステップで堅実にかわしましょう。食らうとねごっそりいくんで、こんな感じで、次はね第2フェーズの紹介です。こいつはね、基本的に後ろに下がりながら、敵の雷をカウンターするだけで倒せます。特に難しいことする必要はないです。ただまあジャンプしながら敵の攻撃をまあガードするぐらいでね。でまあなんで後ろに下がり続けるかっていうと、まあ避けるっていう意味合いもあるんですけれど、それ以上に敵がね、止まるんですよ。雷打つタイミングだけ、普通は、こっちに向かって攻撃しようとね走ってくるんですけれど、雷打つタイミングだけ足が止まるんで、まあ、そこを見計らってこっちもね雷をカウンターしていけば、かなり楽に勝つことができます。はい、足が止まりましたね。これをカウンターします。はい、基本的には、これをね繰り返していけば勝てます。はい、じゃあせっかくなんで投手でね解説していきます。油火に開幕で投げつけて敵の攻撃を防いでから戦闘開始、敵がね離れて様子見しだしたら、こっちのターンです。兜割りは避けて炎を潰します。徹底的に潰します。でね、この辺の切り合いはまあ見てパリーされたなって思ったら、攻撃を控えてガード。はい、兜割りは潰します。はい、炎上しましたね。炎上したらねしばらくちょっと攻撃が入るんで、またラッシュをかけましょう。で敵のサイドステップか連続切りを1、2発は食らっても大丈夫ですので、連続で殴りましょう。同じサイドステップから繰り出されるガードフの技が攻撃者を潰せるんで、そっちを潰すためにあえて食らいます。連続切りの、はい、1発目の2冊は取れました。すかさずね、火炎放射器のためを入れましょう。はい、ためですね。これ食らわしたらね炎上まで入るんで、はい、まあ、1回目とやることは同じです。敵の攻撃を弾きつつ弾かれたらガード、でこれは潰して、で敵に攻撃の隙を与えない、ひたすら R1 を連打ボコボコにします。ブンブンですね。基本的にガードしてるよりも殴ってる時間の方が長い。食らってもいいんだよ本当に。終わり、潰して切って、第1フェーズは終了。はい、 OK です。はい、第2フェーズですね。基本的にはね、さっきと打って変わってかなり消極的な動きになります。敵が構えたら、はい、カウンター でこの後にね2発ぐらい殴って避けます。あ、ちょっと当たりましたね。
結構ね、まあ落ち着いてやれば大丈夫なんですけれど、たまに詰められるとね、結構当たるんで、そこはね注意ね、こんな感じで当たります。ただまあ落ち着いてやれば大丈夫なんで、はい、敵の攻撃が避けて、はい、雷が来ます。はい、カウンター入れて殴って切って、はい、次はまたね回避のフェーズ、回復するタイミングはねちょっと慎重にしましょう。連続攻撃の後とかね、絶対に攻撃食らわない後にタイミングで回復します。はい、雷はカウンター、はい、2、3発殴ってから撤退。そうですね、こっちの方はなんかまあうん、本当にパターンなんですよ。近寄ってきた時にね、攻撃食らわないように、まあ、ちょっとジャンプしながらガードとかね、はい、雷カウンターして、はい、こんな感じですね。うん、おそらくね、何回かやればパターンも読めてくると思うんで、原子炉戦は本当に慣れだと思います。というわけでね、今回はこの辺で。以上、ナルニーでした。